はい、じゃあ今日は、下半身の腸腰筋を使ったストレッチで肋骨の筋膜を動かしていきたいと思います。まず左足で床を踏み、かかとでしっかりと踏んでください。で、右足の膝からお尻がまっすぐ上に伸びていくようなイメージでお腹をへこめていきます。で、それで、左手を頭の上に、で、肋骨を意識しながら右手でその手を持ちましょうか。肘持ちましょうか。はい。で、それで10秒吸います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、そのまま10秒吐きながらお尻を平行に前に押し出していきます。はあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そうです。この時に膝に重さがかからないように頑張ってお腹へこめといてください。で、さらにお腹をへこめながら10秒吸いながらお尻の高さそのままで後ろに戻ってきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そうです。はい、ラストそのままさらにお尻を前に平行に押し出していきます。はあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そうです。ゆっくり戻してください。で、一回立ってみましょう。左右の足の高さ、お尻の高さの違いを確認してみてください。はい、よくできました。はい、それでは反対側にチャレンジします。次は右足、かかと、床をしっかり踏んで、で、左膝に重さがかからないようにお尻を高くお腹へこめて持ってきてください。はい、で、そのまま次右手上で息を10秒吸いながら1、2、3、4、5、6、上に伸びていくようなイメージで吸ってください。9、10、止める。はい、そこから平行にお尻を前に突き出していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、止めます。はい、さらに吸いながら戻していきます。1、2、3、4、5、6、お尻がどんどん高くなるイメージです。9、10、止めて、はい、ラストをさらに吐きながら10秒、平行にお尻前に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そうです。ゆっくり戻っていきましょう。1、2、3、4、5。はい、 OK です。ゆっくりと立ち上がってみてください。足が軽くなりましたでしょうか。足の長さが揃いましたでしょうか。ご自分の体を鏡で確認して違いと変化を確認してみてください。お疲れ様でした。